はい、どうもこんにちは、ムカグです。今日もカメラトーク会、ということでトピックはね、3つです。まずね、1つはソニーの新型シネマカメラ FX3 に関する最新情報っていうのをアップデートして、2つ目がね、ニコンが新型センサーを開発していることを発表したんですけれども、そのね話題に関連して、かつてニコンが開発っていうのを正式発表していながら頓挫してしまった幻のカメラシリーズと交えてね、その辺についてもお話してみようかなと思います。で、最後のトピックなんですけれども、まあ、これがね、先週のカメラ情報の中ではね、一番ショッキングな、まあ、ショッキングというか、まあ、カメラファンには一番こう大きなニュースだったと思うんですけれども、シグマがフォビオンセンサーの開発っていうのをね、白紙に戻したという、まあ、そういったニュースについてもちょっとお話してみようかなと思います。ではね、まずソニーの FX3 の最新情報をお伝えしようと思っていて、これに関してはね、ソニーが2月24日の11時に発表を行うっていうことが告知されていて、シネマラインに加わる新しいアルファカメラっていう風な、まあ、位置づけで、まあ、これがまあ FX3 になることっていうのは、まあ、ほぼ間違いないという形で、スペック等に関してはね、以前の動画の中で言及しているんですけれども、まあ、簡単にまとめると、1200万画素のフルサイズセンサーを搭載していて、内蔵の ND フィルターは搭載されずに、手ブレ補正機能はあり、あとはまあ写真っていうのも一応撮ることができて、 NPFZ100 っていうバッテリーを使用していて、で、一番大きなところとしては 4K120p まで対応していて、 8K には対応していないっていうのが今のところ出ている一番まあ角度の高そうなスペック情報なんですけれども、これにまあ加えて、まあ、すでに伝えられている通り、この FX3 っていうのはソニーの α7S3 っていうものの機能っていうのを動画向けに再デザインしたような、そういったモデルで、かなりこの FX3 っていうのは α7S3 と、まあ、被る部分っていうのが多くて、例えば UI ですよね。この FX3 っていうのはシネマカメラっていうこともあって、α7S3 についていたような、まあ、ダイヤル関係っていうのはほとんど削除されているんですけれども、まあ、その分ね、背面液晶を使ったメニュー関係っていうのはどうなるのかっていうのが気になるところだったんですけれども、こちらの方も最新情報では α7S3 と同じになっているようなので、やっぱりね、内部的には α7S3 とほぼほぼ同じカメラになるんじゃないのかなっていうのが現時点での情報ですね。こちらの方はね、2月24日に正式発表される見込みなので、追って最新情報等もお伝えしていこうかなと思っています。で、まあ、2つ目のニュースなんですけれども、これもね、結構カメラ界隈を賑わしたニュースで、ニコンが2月17日に積層型、積層タイプの CMOS イメージセンサーを開発したと発表したんですね。で、このセンサーが、まあ、スペック的に言うとね、まあ、約1000コマ取れたり、まあ、HDR の特性が高くて、ダイナミックレンジっていうのが広かったりだとか、あと 4K×4K の解像度を持っていたりだとかっていう、まあ、いわゆる結構まあスーパースペックな、まあ、センサーということで、まあ、注目されたんですけれども、今回まあ積層タイプのまあ、センサーっていうことで、まあ、積層タイプともう一個裏面照射タイプ、裏面照射タイプっていうのがあるんですけれども、この辺のね、違いっていうのは、すごくざっくりと簡単に説明してしまうと、積層タイプっていうのはね、 M1 チップみたいな感じ、Apple の M1 チップみたいな感じなんですね。 M1 チップっていうのも、まあ、CPU や GPU だとかメモリーっていうのがまあ一体化して、まあ、そのおかげでまあ小型化もされて、電力っていうのも安定して、まあ、いろいろな恩恵を受けれたっていうのが M1 チップなんですけれども、積層タイプっていうのもこういう感じなんですね。基板っていうのが IC 回路の方に組み込まれる形になって、まあ、一体化してるんですね。で、まあ、そういうこともあって、従来の裏面照射タイプよりもまあコンパクトになって、でダイナミックレンジっていうのがまあ広く取れたりだとかっていう、そういったまあ恩恵がまあ、あるっていう話なんですけれども、ソニーに関してはこの積層タイプのセンサーっていうのをもうすでに採用していて、最新の α1 とかっていうのはこの積層タイプのセンサーなんですね。その他 α7 シリーズなんかはこの裏面照射タイプっていうのが使われているっていうこともあって、まあ、やっぱ積層タイプの方がいろいろとまあ恩恵があるということなんですけれども、まあ、今回はそういったね、こうチップに関する話ではなくて、やっぱりニコンが新しいセンサーをまあ自社開発するっていうのは結構まあ重要なところで、っていうのもね、今回開発を発表したセンサーっていうのは
APS-C だとかフルサイズじゃなくて1型なんですね。まずはやっぱりちっちゃいところから。で、まあ、それが今後、まあ、その APS-C やフルサイズっていう風に拡張されるのかどうかっていうのは分からないんだけれども、まあ、とにかくこの1型のセンサーをニコンが開発しているっていうのが、まあ、印象的なんですね。っていうのも、ニコンはこの1型のセンサーに関して、まあ、結構まあトラウマ的な、ね、ことがあったんですね。3年前、4年ぐらい前のことだと思うんですけれども、ニコンっていうのは、1型センサーのいわゆる高級コンデジっていうので、新しく DL シリーズっていうのを、まあ、発表しようとしていたんですね。何度か発売延期っていうのが行われて、で最終的に結局一般発売されることなく計画そのものが頓挫するっていうことになったんですね。でこれがまあニコンの幻の DL シリーズなんていうふうに言ったりするんですけれども、ということでまあ実際にはこう市場には出回ることはなかったんだけれども、ただね、僕はこの DL シリーズっていうのを実際に触ってるんですね、実は。でこれね、2016年だったかな、そうですね、2016年のちょうど今から5年前の今頃に開催された CP プラスで、これ実機展示されていたんですね。でこの CP プラス2016っていうのには、あのパシフィコ横浜行って、実際にねこの、モデルっていうのを触ってるんですよ。これがね、今考えるとこの DL シリーズっていうのを開発にニコンが失敗したっていうのが結構まあ大きな潮目になっているような気がするんですね。っていうのも、この DL シリーズって今の視点から言うと本当にね、完成されたような Vlog カメラなんですよ。で、この DL シリーズって3つのカメラが発表される予定だったんですけれども、1つは 18mm から 50mm レンズを搭載したものと、でもう1つはね 24-85mm のレンズで、最後に24から 500mm っていう、このね3つのそれぞれ画角が違うカメラっていうのを発表しようとしていて、実際にこのその5年前の CP プラスではこの3つのカメラっていうのが実機展示されて、触ることができたんですよ。今考えるとこの3つのカメラって YouTuber とかに本当に最適なカメラなんですよ。まあ、それこそ18から 50mm っていう画角は自撮りっていうのをメインとしたような Vlog には本当に最適だし、まあ、24から85っていうのはまあトラベル向けですよね。旅行用のカメラとしては最適で、24から500っていうのもテレ側がまあ 500mm あれば、まあ鳥だっていけるし、飛行機でもいけるし、あとスポーツに関しても使えるし、まあ、だから運動会だとか、まあ、そういった用途にも十分使えるモデルで、ほとんどのカメラユーザーっていうのがターゲットにできるような3つのラインだったんですね。でしかもねこれ、全部のカメラっていうのがまあバリアングル、まあ、バリアングルじゃないんだけれども、チルト式でこう自撮りができるっていうのね、180度こう持ち上がるタイプのモニターで、しかもタッチなんですよ。当時5年前の段階で最先端の高級コンデジ感っていうのがあったんですよ、この DL シリーズっていうのは。ただしさっきも言ったように、この DL シリーズっていうのは結局発売はされなかったんですね。で発売されなかった理由っていうのが、まあ、画像処理に関連するチップに、まあ、致命的な不具合が、あったためっていうふうに言われているんですけれども、まあ、つまりこう外側、カメラの外側に関してはもうほぼほぼ出来上がっていたにもかかわらず、このまあセンサー周りでの、まあ、不具合っていうことがあって発売されなかったんですね。でもし仮にこのカメラっていうのが発売されていた場合、今のその現状で一般的な YouTuber さんって多分ニコンとか全然使ってないと思うんですよ。やっぱりソニーの、まあ、ZV-1 だとか、あとまあパナソニックだとか、まあ、富士もあるんですかね、まあそういうところがメインだと思うんだけれども、もし仮にこの DL シリーズっていうのが不具合なくちゃんと発売されていたなら、ニコンっていうのは YouTube カメラの覇権を取れてたんじゃないのかっていうふうに思わせるぐらいね、夢があるカメラだったんですよ、これも。で特に 18-50mm とか 24-85 のカメラっていうのは開放側が F1.8 なんですよ。めちゃくちゃ明るいんですよ。で 18mm で F1.8 って、まあ、1型センサーとはいえ、なかなかない明るさなんですよね。なので室内なんかでもまあ十分使えますし、5年前に開発されていたカメラなんだけれども、まあ、ちゃんと 4K なんかも載っているって話だったんですね。まあ、なのでこれがそういったまあセンサー周りの不具合っていうのがなくてちゃんと発売されていれば、ニコンを取り巻くこう状況っていうのが一変していた可能性っていうのもあるカメラなんですね。でまあそういうこともあって、この DL シリーズっていうのは結構まあ幻のシリーズみたいな言われ方もするんですけれども、まあ、今回このニコンが新しい1型センサーを開発、自社開発しているっていうのは、このまあ DL シリーズに関するこうリベンジっていうところもあると思うんですよね。
なのでこのニコンの自社開発のセンサーっていうのは蒸気反射的にこの DL シリーズっていうのが思い出されて、センサー周りに不具合があったとしても、そこからさらにその不具合っていうのを解消して DL シリーズを作るっていう風な方にはいかずに、それ以上お金をつぎ込んだとしても回収できないだろうからもう中止しようっていう風な判断がニコン内にあったんですよね。でこれが果たして正しかったのかっていうことで、まだこう5年前っていうと今のように、YouTube だとか Vlog っていうムーブメントっていうのは起きていなかったっていうのがあるんだけれども、もし仮にねここで開発をやめずにさらに進めていればニコンのカメラっていうのも、Vlog 的なムーブメントに入れたかもしれないって思うと、ニコン側の判断っていうのも含めてね、いろいろとこうじくじたる思いっていうのがあると思うので、新型センサーを持って、ね、この DL シリーズの復活っていうのにも期待してみたいところだなというふうに思います。本当にねこのニコンの DL シリーズっていうのはいわゆる高級コンデジ、ソニーでいうところの RX100 シリーズみたいな位置づけだったんですけれども、5年前のカメラでありながら、スペックっていうのは本当に素晴らしかったんで、今見てもね遜色のないようなスペックを備えているカメラだったんでね、まだねこのノウハウっていうのがはっきりと残っている間に再びねまた DL シリーズの再開発っていうのに期待したいなというふうに思います。で最後のニュースなんですけれども、でこちらの方はシグマの山木社長がフルサイズフォベオンセンサーのカメラっていうのの開発を、一旦白紙に戻すっていうことをね、発表されたわけで、僕自身もこの動画の中で何度か言及してるんですけれども、このフォベオンセンサーフルサイズっていうのを本当に心待ちにしているユーザーの一人なので、やっぱりショックではあったんですけれども、でもやっぱり同時に開発を断念するわけではなくて、もう一度本社主導で研究開発っていうのを再始動させるっていう、そういったニュースだったので、出ないわけじゃないんでね、確かに数年前の情報では2020年中に出るみたいな話で、でそれが一旦延期になって2021年の夏ぐらいっていう話だったんですけれども、これもちょっと怪しいなみたいな話はずっと出ていて、その中での一旦リセットっていうことなんでね、きっとねファンも心のどこかでこういった事態っていうのは想定していたと思うので、ただ本当ねこのフォベオンに関して言うと、早くしろだとか残念だとかっていう風な立場に我々ないですからね。もう別にその他の会社との、例えばソニーだとかパナソニックだとか富士だとかっていうところと競争しているわけじゃなくて、もうフォベオンセンサーっていうとシグマしかないんで、本当に前向きな気持ちで待っていたいなという風な思いですね。ただこの中でこう山木社長も言ってるんですけれども、最大限の努力をして革新的な映像技術を開発していきたいっていう風にコメントしているんですけれどもね、本当にフォベオンセンサーが叩き出す画像っていうのはすごかったんですよ。すごかったって今でもありますけれども、すごいんですよ。ただし感度がもう本当にこうフィルム並みに融通が効かなかったりだとか、三脚必須だとかっていう問題があったんですけれども、多少も融通効かなくてもね、それがフルサイズで快調感と質感と解像感ですよね、これが実現されるとなると、もう本当にね感動しかないので、こちらの方はね一ファンとして心待ちにしていたいなというふうに思っています。はい、ということで今日はざっくりとソニー、ニコン、シグマに関する最新情報をお伝えしました。このチャンネルではねこんな感じで毎週月曜日はカメラトークしていこうと思いますので、もし気になる方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。